ワン、ツー。 NCT プレゼンツ日向祭り。はい、今日も日向祭り始まりました。 NGT48 の本間日向です。高野さん、ピロンさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、というわけで8月最後の週です。あだね、はい、早いね。早いですね、あっという間ですね、うん、ということで今日もゲストがおります、はい、早速紹介していきましょう、はい、NGT48 の真下果歩ちゃんです。やったぜ。日向祭りをお聞きの皆さん、こんばんは。 NGT48 の真下果歩です。よろしくお願いします。マシマシ来た。サイト出演です。そうなんだよね、はい、おそう7回目来たな。すげー、はい、そうなんです。今月の頭にミユが来てくれて、マシと6回で、そう、イーブンでしたね。回数が被ってたんですけど、ここもし、はい、追い越しちゃいました。わー、スパンドスパートかけましたね。いやー、頑張りました。スパートかけて走っちゃいました、ね、会いたかったですよ、マッシー。いや、嬉しい。ありがとうございます。私も日向のお二人にも会いたかったですし、うん、日向さんとも一緒にラジオしたかったので、うん、よかった。嬉しいです。なんだこの安心感はね。安心感、マッシー安心感ありますね。嬉しい、間違いないです。安心感マシマシ、ね、私やってみたい企画あるんです。やっぱりいろんな企画やってらっしゃるじゃないですか、日向祭りって。で、私いつも短歌を読む企画を参加させていただいてるんですけど、あの、ね、猫になるやつ、企画。メイドイン新潟。メイドイン新潟。ニャンになるやつ。やりたいの？やってみたいんですよ。あら、なんか語尾を遊ぶのが面白そうだなって。絶対嫌だけどね。そう、なんかその日向さんがあの SNS でなんかすごいあの公式インスタグラム番組の、はいはい、写真見るたびに日向さんがちょっとニャンは嫌だニャンみたいな感じの顔を見るのも面白い、楽しいので、それを近くで見てみたいなって思って、めっちゃ喜ぶんじゃない？みんなも挑戦してみたいなって。そんなこと言うと絶対次それで呼ばれるよ。やばいですね。ほら、ちょっとニヤニヤしてるもん。いやー、でもちょっと今日は、ね、猫になれるかどうかわからないですけど、はい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 、ちょっと楽しみにして、これからいっぱい出たいなって思います。いいね、もうね、夏もね最後ということで、うん、この夏どんな夏でしたか？おお、夏の終わりですよ。そうです ね、やっぱりこの8月は、うん、頭にコンサートがあったので、ね、あったね、はい、新潟県民会館にまたこう NGT としてメンバーと一緒に立てたっていうのはすごく楽しかったなって思いますし、この収録中はまだ本番は迎えてないんですけど、きっといいコンサートになってるんじゃないかなって。いや、すごかったじゃん、マッシー。あれはもうね、はい、あんなにでもボンボンセンターに出てくんだね、マッシーもね。そうなんですよ、ね、マッシーも。マッシーがもうセンターマッシーすごかった。くるくるーんってなって、もうセンターでずっと宙に舞ってます。大道芸みたいな感じだったけど、宙に舞って、サーカスみたいな。先週もこの下りやりましたけど、まだやってないんです。まだやってないんですか？まだやってないのね。恐ろしいこと。あ、本当に？そうなんですよ、はい、なんかもう見えたよね。いや、なんか、うん、隠れぴょんぴょんみたいな。ぴょんぴょんか。あ、ぴょん、うさ耳、うさ耳だぴょん。あ、そっかそっか。俺でも結構気になるのは4期生のオーディションっていうのかな、はいはい、あ、今ね、はい、4期生、ね、どんな子が来るのかとか。いや、私たちもそれがすごく楽しみ で、 そうなんですよ、はい、3期生のまた下ですからね、はい、そうですよ。3期生もだってまだ入って、はい、1年経ちましたね、経ったか。それで今度4期生だよ。チャンスあるんじゃん、ピーちゃん。チャンス 4期生年齢制限ないなら申し込みたいけど。あ、残念ながら年齢制限ありますから、ね、ありますか、ね、はい、あと女性っていう。ああ、いやいや、心はもうすっかり。そうでした。あら、いよいよ、いよいよ髪の毛もピンクになる。そうなのよ、マッシー。どうかしら。え、いいと思いますわ。ね、可愛いよね。可愛いです。うん。いいにゃん。はい、いいにゃん。いいにゃん。いいにゃん。なんだかいろんなキャラが渋滞してきたので、そうですね、そろそろ曲の方に行きましょう。行きたいなと思います。はい、今日は NGT48 の新曲を。はい、マッシーから発表お願いします、はい、そうですね、あの9枚目シングルのあのさいや別にに収録されているカップリング曲です、はい、NGT48 で僕はもう少年ではなくなった。ワン、ツー。 NCT プレゼンツ日向祭り。
日向祭りをお送りしています。お相手は NGT48 の本間日向と真下加穂と日向貴則とピロンです。さてこの時間はリスナーのあなたからいただいたメッセージをご紹介します。8月は貴則さんとピロンさんが誕生日を迎えられたということで、はい、ありがとうございます。2人へのお祝いメッセージを募集しておりました。それでは今週8月ラストですね、はいはい、ご紹介していきたいと思います。お願いします。ラジオネーム NGT48 とケーバラブさん、いいね、柏崎の方ですね。お柏崎、はい、高則さんピロンさんハピバー、ありがとうございますかわいい。高則さん暴走しがちなピロンさんとひなたんをいつも制御してくれてありがとうございますピロンさん、はい、ピロンさんがいなければ山手線ゲームは毎回ひなたんが負けてると思うので感謝しています。確かにありがとうございます。確かにな、バレてる、接戦なんだ。え、怖い怖い怖い、そうなんだ、バレてる。いつもピロンさんが先だからピロンさんが負けてるだけで、ね、順番不利だからなるほど、うん、いつもひなたんも意外と出てこない時あるから、ね、バレてました。バレてたね、さすが。お二人への感謝の気持ちを込めて1年に1回は日向の日としたいと思っていますが、今年の10月10日近辺は何かのイベントがありますか、うん、もしイベントがあるなら NGT48 にどんなイベントがあろうとも日向のお二人に会いに行こうと思います。今後とも楽しい番組をよろしくお願いします。あ、そういうことめっちゃ嬉しいね。10月10日は結成日、そうだね、ということで、はい、昨年はワンマンやられてましたもんね、うんうんうん、ちょうどね実は10月の14日に、はい、その日向結成24周年で今年24周年記念ワンマンコンサートを青俺長岡でバンドでやります。おお、バンドで、ぜひバンドっちゃうわけね。すごい、もうドラムベースピアノそしてギター、no. で、うん、俺もずっとハンドマイクで飛び回ってるっていうね。いいですね。楽器はもう持たないんですか。楽器持ちませんもうその日は、ギターも持たずそのうちマイクも持たなくなる地声でいらんやんじゃ困りますよそれ、聞こえなくなるね。なるほどね。いやぜひよかったら見に行ってほしい。そうですね、はい、もう NGT48 にどんなイベントがあろうともあろうとも、あら10月はもうそこに言ってくださってますから、いいですかその日だけ、はい、お待ちしておりますよ。 NGT48 のイベントがあろうとも、競馬があろうとも、競馬があろうともどんなラブなものがあろうとも、いやこれちょうだい来てちょうだい確かにいつかもう NGT48 と競馬ラブって書いてあるけど、いつか日向と競馬ラブになってしまうからそれも良き。いやー NGT48 負けてられないです。譲れないですけれど、ちょっとこれはもしもさ、はい、うちらが主催のとちおのフェスに、はい、そうですね、収録でね、来てもらって、あの時はマッシーのファンの人がものすごい来てくれて、もうそうですね、たくさん来てくださって、すごかったよね、嬉しかったです。確かに、そうでもなんかその日向さんのイベント、うん、主催のイベントって、うん、こうキッチンカーとか出てたりとかしてて、そうだね、しかもいろんな種類のキッチンカーが本当、うん、3台ぐらい、その時はね、前回はそうだね、そのぐらい、それぐらいで、しかもいっぱいもうそれぞれバラエティに富んだクレープとかもあって、うんうんうん、すごいなんか本当にフラッと来た人でも楽しめるようなイベントになってて、うんうん、でしかも日向さんだけではなくて、うん、いろんなアーティストさんもこうパフォーマンス、アーティスト、うん、歌われてたりとかするので、こう普通にパッて来ただけでも音楽も聴けるし、美味しいものも食べられるし、うん、でしかもとちおれっていう場所もすごく綺麗な場所、新しくて自然も豊かで、本当に季節も暑さとかもちょうど良かったので、うん、本当にちょうどお出かけ日和という感じで、うん、すごくなんか楽しいイベントだったなっていうのを今でも思ってて、うん、でそれは私がイベントに出てた身からするとっていう話になっちゃうんですけど、はい、その楽屋もちゃんと用意してくださってあって、そこにこうマシモカホ様っていう紙が貼ってくださったんですけど、はい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 、そこにこうピロンさんの字でマシモカホ様って書いて、手書きで、いつもメッセージくださいます。そうなんですよ、そうですね、でそこになんか、はい、マッシー待ってたよみたいな言葉をも付け足してくれていて、すごく愛があるなというか愛情を感じて、すごく心が温まって、本当、はい、照れてる、めっちゃ嬉しいやん。それマッシーに言われるとまた嬉しいね。ちょっと一緒にまたやりましょう。やりましょう、やりましょう、はい、お願いします。ありがとうございます。さあということで皆さんメッセージ本当にありがとうございました。ありがとうございます。ワン、ツー、 NCT プレゼンツ日向祭り、
日向祭りをお送りしています。お相手は NGT48 の本間日向と真下加穂と日向貴則とピロンです。さあこのお時間は週替わりでお届けする日向と日向のエンタメコーナーでございます。今日はなんと特別編でお送りいたします。お夏休み特別企画日向祭り的日向夢先生スペシャル。この時間は日向のお二人が新潟県内の各学校を回って夢をテーマに生徒たちにさまざまな思いを伝えていく日向夢先生という企画をこの番組でお届けしていこうというものです。夏休みももうすぐおしまい、ぜひ日向のライフワークともいえる取り組みを日向祭りで感じていただければなと思います。それではよろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず元気よくこんにちは。こんにちは。もっと元気よくこんにちは。こんにちは。いい元気だなみんな。みんなはちなみに聞いてみたいんだけど、夢があるよという人元気よく返事してみて。夢がある人。はい、私の夢はでかい犬をいっぱい飼うことです。おお、でかい犬をいっぱい飼うこと。犬が好きなんだね。好きです。そっか、じゃあきっと将来は大きい犬に囲まれるってのは素晴らしい。みんな大きい拍手。イエーイ。イエーイ。他にも何か夢がある子いるかな。はい、私はアイドルになりたいです。アイドルになりたいのか。なりたいです。アイドルになりたいピロンちゃんに大きい拍手。他にも誰かいるかな。はい、お私は保育園の先生になりたいです。素晴らしい拍手。お保育園先生になりたいんだね。なりたいです。先生が好きなの。ちっちゃい子が好きだからです。うん、ちっちゃい子が好き。はい、みんなそれぞれほんといろんなたくさんの夢を持ってるから、それを持ってるってことがまず素晴らしい。自分たちまず大きい拍手。これさ、みんなやっぱりちゃんとした夢を持ってるけど、実はタカちゃんにも夢があって、うん、みんなと同じぐらいの時のタカちゃんの夢は羊飼いになりたかったの。羊飼い。黙々の羊と戯れながら一日過ごしたら楽しいだろうなと思って。なんだね、黙々なんだよ羊は。めい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 。高校卒業する時まで俺本気で羊飼いになろうと思って。ずっと。そう、先生に卒業する時相談したら、うん、いいね、じゃあ専門学校行ったらいいねって言われて、もう先生に言われるがままですよ。うん、その時に専門学校に行って、高橋は長岡から新潟に移動したんだけども、みんなピーちゃんが持ってるけどギターっていうアコースティックギターがあるんだけど、うん、このギター触ったことみんなあるかな。もしギター触ったことある。ない。ないか。ひなたはある。おじさんの触ったことある。だよね。だいたい家に一台古いギターが置いてあったりするんだけど、そのギターをタカちゃんのお兄ちゃんが目の前で一曲弾いてくれたの。へえ。乾杯っていう曲があって、うん、その歌を目の前で弾いてくれて、すごいかっこよくて、俺もこんなかっこいいことがしたい、なんかすごい楽しそうと思って、一生懸命その時ギターを覚えたの。ギターを1日6時間ぐらいかな、毎日弾いて、6時間1曲だけ弾けるようになって、お兄ちゃんのところに、お兄ちゃんその時タカちゃんが専門学校いた時、うん、名古屋にいたのね。お、名古屋まで飛んで行って、みんなお兄ちゃんがいる前で、お兄ちゃん俺一曲ギター弾けるようになったから聴いてくれよって言ったら、うん、まだちょっと待てって言われて、一緒に行こうっつって名古屋駅前まで二人で移動して、うん、人がもうその時クリスマスだったんだけど、ブワーッと人が歩く前の中、ここで歌いなさいって言われて、外でいきなり、もう一発目の歌の時に。寒いよね。寒かった、ね、でもほらテンションもドキドキしてるし、うん、お兄ちゃん何言ってんだいっつって、うん、でもここで一曲歌いなさいって言われて、俺乾杯しか弾けなかったから、
一曲弾いたわけね、うん、固い絆に思いを寄せて語り尽くせる青春の日々、時には喜び時には傷つき、肩を叩き合ったあの日。一曲歌い合ったとすごい気持ちよくて、音楽が楽しいってことに出会ったのね。そこで、そう、そしたらそこで聞いてくれたおじさんが、うん、赤ちゃんによかったよっつって500円玉をくれた。俺の歌にお金までもらっちゃったと思って、すごい。それをもう絶対使わないようにしようと思ったけど、うん、まあ、お兄ちゃんにすぐ取られて、あれ持ってかれちゃったんだけども音楽が楽しい、そこに対してお金までもらうことができた、なんだろうこの感覚はと思ったまま、うん、羊飼い少年が音楽に出会って毎日歌を始めるようになったの。新潟駅前にも出てずっと人前でライブをするようになって、そしたらどん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 人が増えてきて、そんな中でピーちゃんがそこで見に来たの。ピーちゃん、ほら今日今先生の 小学生になってるけども、ショピーがね、タカちゃんの相方のピーちゃんが歌を見に来て、なんかタカちゃん面白いことやってるね、タカちゃん仲間に入れてよって言って、そのピーちゃんとタカちゃんの音楽が出会ったのが日向の始まりなんだけど、今から24年前に一人でやっていた音楽が仲間が増えて、あ、仲間を作ると面白いんだな、一人でやる楽しみよりも人数が増えた時の方が楽しみがもっと倍増する、それをすごく感じて、そうか、じゃあこの音楽をもっともっといっぱいやろう、楽しいことをどんどん続けようと思って、そしたらどんどんもっと輪が広がってきて、そんな時にタモリさんっているよね、いいともーのタモリさん、タモさんが長岡に歌をイベントしに来た時があって、でそのタカちゃんとピーちゃんのライブを聞いてくれて、いいね、ちょっと応援してあげるから東京来いよって、いいともーでもうすぐうちらついてて、いきなり、そう、まあ、打ち上げでね、新潟しか知らなかった日向、楽しいことを続けてきたら東京に行くきっかけがあった、輪が広がっていった。そしたらタカちゃん毎日歌いすぎて歌が歌えなくなっちゃった、今まで楽しかった楽しかったの思いが苦しいに変わってって、B ちゃん俺も歌いたいけど声が出ない、どうしよう。そしたら P ちゃんがありのままの笑顔で、いいじゃん、俺が歌うっけ、タカちゃん隣にいてくれりゃいいよ、軽く言ってくれてさ、軽かったね。人に相談したら俺も心が軽くなって、あ、なんだ俺の悩みってそんなに悩まなくてもいいんだな。でタカちゃん一生懸命ギターを練習して日向の新しい形になった、いろんな悩みも自分がやりたいことを楽しみに変えよう、そう思って支えてくれた家族を大事にしていこう、近ければ近いほど、遠くても音楽につながったみんなを家族のようにつながっていこうと思って、今日向は人生を楽しんでいます。最後に届けたいなと思います。聞いてください、当たり前に感謝して、大切な人よ。お元気ですか、この年になって手紙を書くのは久しぶりですね、周りをいつも明るくさせては無邪気に笑う可愛い人、こっちはなんとか元気でやってます、たまに帰りたくもなるけど
この手紙を送る場所がある限り、今も笑顔でやってけるよ。きっとあの空の向こうで見守ってくれる。ここまでもこれからも元気で大切な人よ。NCT プレゼンツ日向祭り。日向祭りをお送りしております。お相手は日向貴則と、同じく日向ピロンと、 NGT48 の本間日向と真下加穂です。さあ、あっという間にエンディングの時間となりました。今週は特別企画でしたが、はいはい、いかがだったですか。いやー、なんか貴重な時間だったなと思って、うん、もう 今日向さんと一緒にご一緒させていただいてますけど、はい、こうお二人がどうやってこう日向になったのかっていうのを、うん、こう今知ることができたし、うん、こうそれを小学生の子たちもこう普段聞いているわけじゃないですか、うん、ってことはやっぱりなんかすごくいろんなものを得られるんじゃないかなって思ったし、確かに、からの大切な人よがすごくこう染みましたね、アカペラで。すごい、やっぱり小さい時ってなんか漠然とイメージしてる夢ってみんな持つと思うんですけど、どうやってそれを実現していくかって結構みんなあの同じような壁にぶち当たると思うんですよ。私もマッシーもだけど、アイドルになるためにはいろんなことを乗り越えて今ここにいると思うし、日向のお二人もそうだと思うんですけど、そういう夢の叶え方というか、そういうのを実現していく過程のお話を聞けるっていうのはすごく貴重な体験で、なんかすごく希望に満ち溢れた気持ちになれたし、またお二人の歌がすごく私も大好きなので、こうやって聞くことができて素敵な時間を過ごさせていただきました。いや、嬉しいじゃないですか、うん、ピンチはチャンス、うん、音楽を楽しんで人生を楽しんでってほしいなと思います。素敵な、うん、いや、いい機会をありがとうございました。ありがとうございます。話が聞けた、うん、そんなこの模様がですね、はいはい、なんと今夜の11時から、はいはい、NCT さんのケーブルテレビでコミュニティチャンネルでご覧いただけます、はい、タイトルは BSN ラジオ日向祭りウォッチング。無料のアプリ NCT コネクトをスマホやタブレットにダウンロードすれば、はい、全国どこでも見ることができますよ。NCT コネクトのコネクトビデオでは月曜正午から金曜正午までのアーカイブ配信もありますので、ぜひそちらもチェックしてください、はい、そしてここで番組からお知らせです。来週の日向祭りはサッカー中継のため放送時間を変更してお送りします。来週の日向祭りは9月1日金曜夜の11時半からの放送です。寝ないで聞いてください。よろしくお願いします。というわけで日向祭りお別れのお時間です。お相手は NGT48 の本間日向と、真下加穂と、日向貴則と、ピロンでした。バイバイ。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。8月終わりましたね。ラストだ。終わった。今日は夏休みスペシャル企画ということで、うんうんね、なんか番組でも喋ったけど、ね、うん、はい、やっぱマッシーいてくれたからね。あ、嬉しいです。マッシーよく来てくれて、いやいやいや、ね、なんか夏休みの最後にふさわしい内容というか、うんうん、こうやっぱ普段はこの土曜日の6時台とかってやっぱりなかなか小学生とかって聞く機会ないと思うんですけど、うんうん、この機会にやっぱ日向さんのお話がいろんな小学生とか、うん、まあ、いろんな方に届いたらいいなってすごい思いました、うんうんうん、どうでしたか。すごい楽しかった。いやー、なかなかうん、ラジオでこうやって講演活動するとかなかなかなかった、うん、ラジオではないね。最近やってるのが、あの小学校の
お昼の時間とあるでしょ、はい、その時にこううちらジャックして、ラジオやったりして、そうそう、ということでやってきました、日向のお昼のラジオっつって、めっちゃ贅沢、いいな、超いいね、いいですね、うんうん、でこう先生方を捕まえて、今日の先生のゲストは教頭先生ですとか言って面白い、普段固い先生が、そうね、結構ゆるく喋るような、じゃあ先生いちごで乾杯ですね小学生聞いてるのに確かにそれがちょっとあったから、うん、今日はなんかそれもスッといけたのかなと思って、うんね、いや貴重な経験だったね、面白かったです、うん、ねピーちゃんどうでした。いやでもなんかやっぱり僕自身もあそうやって日向って生まれたんだなって改めて今になって、自分自身のことだけど忘れるじゃないですか、まあ、大事なことって、ね、やっぱりそうやって口にすることってのは大事なんだなっていうふうにやっぱ今思いました ね、 そうだね、最初高則さんがお一人で始めたんですね、はい、最初はそうだね、そうスタートは、ね、兄貴を真似して始めて、うん、兄貴が音楽やってなかったら多分日向もないよね、あやってなかった絶対やっ、ね、俺もう本当に羊飼い、そう羊に俺も飼われたかもしれない、あなたはちょっと羊みたいな時あるもんね、羊さんみたいな頭ってこと誰が羊え、じゃあその専門学校は、はい、その、うん、動物関係の専門学校に通われてた、これがね全然関係なかった、そうなんですちょっと関係するんじゃない、ねビジネス専門学校で、あビジネスを学ぶ授業をしてて、そうどうやったら経営学学べるの、そうだよね、うん、だ羊のそのあれも経営につながるっちゃつながるもん、ね、まあ確かにその影響かな影響なのかな、ほぼ私たち羊だから、あなるほどなるほど、そう私たち羊飼われる、金金くれうわ俺も羊年だし噛み食うよ羊年なんですねあんた食いすぎだからありがとうございます、はい面白かったですね、いや、ぜひまたね、いや、本当に貴重なお話でした、はい、また機会があれば、またね、いろんな学校に呼んでいただけたら、うんうん、そうですね、ええ、皆さん、はい、ぜひ会いに来たいと思います、呼んでください、ぜひです、じゃあまた9月にお会いしましょう、はい、今日はマッシーありがとうございました、ありがとうございました、楽しかった、またね、バイバーイ、はい。